ジオン技術者、ザクの近接武器は斧にするか。真相、でかい斧を作ったが震える人間がいないので巨大ロボットを開発した。つまり斧こそジオンの魂。兵器というより工作道具なら斧は当然ですらある。振り回せるのなら重量先端にある斧は剣と比べりゃはるかに優秀な兵器だからな。モビルスーツ戦とか想定してないから最初から工作装備だよね。ハッチとかぶち破るためなんだろう。後発のブフドムギャンゲルズ部はモビルスーツ同士の近接戦闘を考慮してるのか。みんな剣系の武装を持ってるな。やりすぎた。連邦の戦艦に取り付いて装甲切断するなら斧だろう。斧にブースターつけて加速させると破壊力すごそう。でっかい艦船に取り付いて破壊するんだから重量感のあるものだろね。ガンダリウム合金、ルナチタニウムを切り裂くほどの熱量って結構やばい。たとえ装甲自体は破れなくとも関節とか内部メカが衝撃に耐えられんのは鈍器の利点。タイモビルスーツならともかく戦車とか航空機相手に超名は使い方かろう。剣でも同じことでは。陸上戦艦とか良さそうな対象がちゃんとあるから。メイス、俺でよくね。タイモビルスーツならともかく体幹、体剣造物用だからメイスにする意味がない。ましてヤハを超高音にして目標を焼き溶かしながら切断したいのに。ビームをメイス状にしてみました。ビーム状のメイスってどんな利点があるんだろう。ビームメイスのトゲは任意に伸縮ができるから、下手にサーベルで受けつばぜり合いに持ち込むとそのままトゲが伸びてきて敵は死ぬ。アイフィールドで形状を整えてるだけだからトゲ部分伸ばしたりと割と変形に融通効いて初見殺しになる。こんな使い方ができる。ガウをゴリゴリ削れる。すごいえ。作業用も兼ねてるから斧型は合理的なんだ。生身の身体で使うわけじゃないから振りかざして勢いも出る重そうな武器が良かったんじゃね。ガンダムシードのジンの銃山刀はドンキ扱いだな。斧は重量で相手を叩き割る武器だから威力を出しやすい。後幅広の刃は縦にもできるので弾幕かいくぐるときにも便利。交差する瞬間に宇宙戦闘機を叩きゅうなら斧でよい。それができるやつなら武器が何だろうがやってのけそう。やっぱなただよなた。灼熱させる部分無駄にでかくね。その分温度が下がりづらいとか。でかくて好きだから OK。 ケム、レイ、ハンマーだよな。ガッシャですよね。なぎなたなんてなんでそんな使いにくいものを採用したんです。ビームサーベルはギャンとこうむってしまうので。このなぎなたの柄の部分をモビルスーツの装甲にですね。マリーネは普通のサーベルにしてるんだよな。ゲルググ、てかすゲルググのもできますよ。劇場版の編集の都合です。ケン、このなぎなたとあるのに槍ってあんまり見ないな。アニメに出てきたのだとガズアル、エルのヒートランスかな。ビームブーメラン、ザクオは斧をブーメランみたいに投げてたね。ぶん投げたヒートホークでも戦艦のブリッジにうまく当たれば潰せそうじゃない。ブリッジと言わず船体も切ろうぜ。なんで切れるの。これについては乗ってるやつと機体がすごいとしか。これの前にも回転切りでモビルスーツの胴体をきれいに切ってるし。サーベル型だったらザク2ウーカイはガンダム NT1 に勝てたと思う。リーチ的に不利だよな。最初の一撃でパイロット殺せてたよな。ロボの使う刃物が剣より斧かという時代があったのじゃ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。